こんにちは、こんばんは、福ばあさんだよ。前回はな、転写日と一流漫才日な、告知するのが当日になってしまったんだよ。でもな、今日はちゃんとな、前もってみんなに言えるぞ。なあ、いがったな、みんな。準備できるからな。今回言うのは、1月の16日だ。わかったか？1月の16日だ。16日にな、転写日と、一流漫才日。そして、木の上に、木の上に、木の上に、が、一緒に来るだと。転写日、一流万倍日、一つずつでもとってもいいが、なあ、転写日っていうのはな、あれだぞ、いろいろなものが許される日だ。なあ、もう、あんた、適当に言ってんだろ、と思われるかもしれないが、なあ、まあでも2回目だからな、転写日っていうのはよ、季節ごとに各一回ずつあって、天がすべての罪を許すって言うんだよ。まあ、恩赦日だな。でもあれだろ？転写日だからって言って、三次元の法律で禁止されてることをやっちゃいけねえぞ。まあ、許されるのは、一日デパートの試食コーナーに行って食べまぐるくらいかな。バジャ好きなんだ最近はな、ちょっとな、デパート様まで行くのにも大変だし、腰も痛いし、なんかずーっといると警察呼ばれそうな気がするから、あんま行かねえんだけど、まあ、ばあちゃんが若い頃はな、デパートの地下食堂って言ったら、夢の食材置き場だったんだよな。しかも、一周回るとだな、食べ物いっぱい食えるんだよ。それをな、何週まで週ってな、メガネ外したり帽子取ったりしながらな。まあそんな感じだ。で、転写日、もしくは転写日と呼ぶんだな。で、一粒万倍日っていうのは、いい日なんだ。いい日なんだ。一流が万倍になるって言われてる日なんだな。まあこの日に増えたら嬉しいものをするといい。貯金をしたりとか、お財布を買ってもらったりとか、あとサンダルを買ってもらったりとか、自分で買ってもいいんだけどよ、人に買ってもらった方が効果が倍増するらしいよ。だから友達同士でお財布買い合うこしようねとか、夫婦差がいいんならば、お互いに相手のお財布とサンダルを買い合いってあげればいいやだな。でも、一番いいのが、わらじさで自分で編んで相手にあげるのがいいぞ。今からなら、わらじさ編んでも間に合うべ。な、東京だとわらじのサンダルでも、結構高いんだぞ。しかも、わらじでちゃんとな、靴まで仕上げたものを東京さで買おうと思ったら相当の値段すんだよ。しかも、手作りならプライベートブランド食べよ。そしたらよ、喜ぶだよ。なあ、母さんが夜なびをして、手袋編んでくれた。よりもよ、夜なびをして、わらじさ編んでもらった方が嬉しくねえか？なあ、今時わらじさ編んでもらったことあるかおめえ。おらねえな。しかも、もらったら嬉しいな。でも、一時期ばあちゃんはよ、わざと布わらじさ買ってた時代があったよ。家の中で、なんかね、流行ったんだよ。家の中で布わらじさ履くの。布のわらじを履くんだよ。で、売ってんの。布のわらじさ履いてると、床掃除しなくていいんだよ。床掃除しなくてよく出よう。フローリングとかだとよ。で、布わらじを
布草履、布わらじの作り方で使った布サンダルを家の長さで履いて、で裏目で汚れたなと思ったら洗って、で次の巣履いて、で洗って次の巣履いてっていうのを続けてると、毎日自分で家の中さ、クイックルワイパーをかけてる感じになる。窓を開ければ、クイックルワイパー。自分で床を掃除しないでいいんだよ。掃除しないでいいんだよ。っていう感じでやってたんだけどな。なんかめんどくさくなってしまったし。だってよ、それよ、あのよ、あの、雑巾と同じだからよ、他の洗濯物と一緒に洗うとよ、真っ黒さになってしまうから、それだけでよ、洗わなきゃいけねえだべよ。そうすっとなんかめんどくせえなと思ってよ、やめてしまった。ばあちゃんな、ばあちゃんな、あのな、なんかやってみるの好きなんだけど、続かねえんだな。なあ、みんなそういう人もいてよ、いてよ、いてな。でよ、もう一個が、木のえねっていうのが型になるんだよ。最近よ、最近よ、全集中の呼吸とかよ、流行ってっぺ、流行って、鬼滅の刃、鬼滅の刃って言い直しんだけどよ、ばあちゃんよくわかんねえんだけどよ、鬼滅の刃の鬼滅隊っていうのが階級があるんだとよ、10段階の階級、それが交通、平定、簿記、行進、人気の中の一番上の柱しかなれない日の絵、日の絵、日の絵の階級。だから十巻と十二支っていうのが合わさって、昔の旧暦には日が決まってたんだけど、十巻のうちの日の絵が、あの柱だよ。鬼滅の刃の柱の階級。それと、十二支の中で、十二支どれから始まるか知ってっか？知ってっか？ねえ、牛、虎、う、馬、羊、猿、鳥、犬、い。でな、1月16日は、日の絵になんだ。日の絵に。まあ、60日に1回よ、そういう日が回ってくったけどもよ。で、その木の絵ねっていうのは10巻の一番最初と12支の一番最初が重なっから何かさ始めるといいって言われてんだな。だからよ、この日にジョギングを始めればよ、いい、ダイエット始まるしよ、この日によ、あの、積み立てを始めてよ、海外株式 EFT を、ETF をやってもいいしよ、信託投資を始めてもいいしよ。な。ただ、ばあちゃんは言っとく。ばあちゃん言っとくぞ。仮想通貨、ビットコインとかの仮想通貨と FX とデイトレードはやめとけ。な。やめとけ。な。あの、投資っていうものはよ。あの、長期投資でよ。あの、今入れたものが10年後さに倍になってたらいいな、みたいな感覚でよ。するからいいんだ。ま、な、その日感覚で動いちゃうとギャンブルと同じだべよ。な、欲だって出るしよ。だから、な、あの、この1月16日になんか株買っとくとかよ、はいいけどもよ、FX とかデイトレードとかよ、ビットコインとかの、あの、仮想通貨はやめとけ。ま、そんな感じだ。な、1月16日に電車ビット1日何倍に、あー、で、キリの海が来たよということで、終わりな、いやー。おまけに、今回ちゃんと。最後までご視聴いただけたら、いいねボタンと、チャンネル登録、月に変わって、よろしくねー。